天然ガス火力発電所。1957年4月に1号機が運転を開始、4号機までが建設された。その後、設備の老朽化や電力需要の増加により、旧設備を廃止し新たに、排熱回収型コンバインドサイクル発電方式の設備を建設。2000年6月に1、2号系列すべての設備が運転を開始した。 燃料である LNG は、袖ヶ浦火力発電所や富津火力発電所に併設された LNG 基地からパイプラインにより供給を受けている。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震と津波により、複数の発電施設が被災し、電力供給力が大幅に低下したため、3号系列が緊急設置電源として新設された。さらに、 排熱回収ボイラ、蒸気タービン及び発電機を追加設置し、高効率コンバインドサイクル発電設備とすることで、高級的に使用できる電源にする計画が発表され、2014年7月31日に3号、系列すべての発電設備が運転を開始した。2016年4月、東京電力の会社分割により、東京電力フュエルパワーに消滅された。 2019年4月、さらにジェラに承継された。旧発電設備の空中写真。1988年撮影電気の資料館に、展示保存されている915タービン発電機、総出力60万キロワットという当時としては、大容量の発電設備について、東洋一と言われていた。燃料は、当初石炭だったが、後に原油に転換した。 旧設備の煙突は国内では珍しく爆破解体された。2015年5月9日及び6月1日に発生した関西電力姫路第二発電所3号機及び5号機における蒸気タービンの振動による自動停止を踏まえ、類似設計の蒸気タービンを使用している千葉火力発電所3号系列第3軸は2015年6月1日に発電を停止した。 関西電力での原因調査などを踏まえて必要な対応を検討した結果、蒸気タービン最終弾動力を取り外し、圧力プレートを設置する応急対策工事を実施、2015年8月12日に運転を再開した。なお、圧力プレートの設置により、3号系列第3軸の定格出力は、2015年8月31日、現在で、 暫定的に48.13万キロワットとなっている。2003年には野鳥や昆虫など野生生物の観察が可能な自然復元型公園のビオトープソガが同発電所の隣に建設された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により一時閉園されている。ありがとうございます。